最後の函館、今年も函館ありがとうございました。本日から2泊するホテル BRS 函館五稜郭前編かな、確かになります。あ、五稜郭がこっち側からギリ見えないけど、下にインディーちゃんと号もいます。机はどうですかね、結構いいんじゃないかなと思ってここにしてみました。椅子もね、がっつりしたデスクワーク用ではないんですけど、なんかおしゃれな感じでいいですよね。ザ・ホテルって感じで、まあ綺麗ですね。今日からここで新生活送っていきます。いや、素晴らしいホテルを出て、みんな大好きセイコーマート、いや、この立地はちょっと最高すぎないか。今日もね、セコ活してきました。セイコーマートホットシェフがある店舗はね、こういうカフェもついてたりするんですよね。なので今日はね、京極さんのコーヒーではなく、セイコーマートのアイスカフェラで、しかもなんかキャンペーンで安かったんで108円でした。いやー、お得です。アスカップアイス食べちゃいます。セイコーマートはね、北海道限定の商品がやはりね多いっていうのがいいですよね。北海道の何々を使ってますみたいなのがすごい多いんですよ。こちらね、印刷してきました。本当にパソコンと、まあ、プリンター、まあ、要はコンビニですね。コンビニでプリントアウト全部できるんで、プリンターさえあればもうほんまに、まあ、僕の場合はどこでも仕事ができるということを発見してしまったので、今日も今からホテルにこもってですね、ひたすらただパソコンに向かうという一日を送りたいと思います。現在のチャンネル登録者数を軍資金にしてですね、2万3500円ぐらいですね。そろそろね、競馬場での帯を獲得したいと思います。よし、じゃあね、また今からただただタイムラプスで早回しされる予想瞬間をご覧ください。やりました。贅沢ですね。ハンバーガーと、おお、でかっ、チャイニーズチキンカレーですね。つけ麺風に食べる感じ。おお、どの方系、魚介豚骨みたいな。うん、まあカレーとしては特に言うことはないです普通のカレーですね。いや、チャイニーズチキンを開発した時点でもうラッキーピエロは勝利ですよね、人生の。カレー食べ終わりました。まあ感動度としては今のところ、まあ、ハンバーガー、オムライスでカレーカツ丼っていう感じですかね。ちょっとジンギスカンバーガーも食べていきます。で、北海道といえばやはりジンギスカンですからね。ラッキーピエロでジンギスカンを食べれるってもう最高ですね。
半袖半ズボンはやばい、寒すぎる、名称寒そう。本日もラッキーピエロの時間が来ました。イエーイ。もうラッキーピエロがあれば何でもできる。やったやった、ラッピー一件あればいい、生きているからラッキーだ。今日のメニューはこちら。あ、ハンバーグの匂いがねすごい、え、炭火焼きなのかっていうぐらいすげえいい香りがしてくる。伝わりますかね。こちらハンバーグスパゲッティ956円。あー、でもすごい匂いがいいわ本当に。いただきます。固めの麺、麺固い、手ごねハンバーグ。ハンバーガーが良すぎて、もう普通にパスタもカレーも美味しいんですけど、やっぱハンバーガーが一番だなっていう。あとオムライスね、まあ、そっちのインパクトがやっぱ強いですかね。というわけでですね、いやひどいありさまでしょ。仕事以外のことはもう一切何もやらないというわけで、もうが散らかってるという。いやちょっともう今から勝たしてね、明日に備えましょう。ホテル PRS 函館五稜郭タワー前店での2泊が終わりました。今回はですね、2泊で駐車場込みで9420円、まあ1泊4100円はかなり安いと思います。早めに取ったっていうところは大きいんでしょうけど、まあ、Wi-Fi 速度ですよね、 61Mbps、 まあまあいい方ですねこれは。こんな感じで一部屋ごとに Wi-Fi がついてるんですよ。その人数が増えたから使えませんってことはなくて、一部屋に1個あるんで、まあ、安定してこの 61Mbps の速い速度を使うことができるっていうのがもう一番大きいですね。もうなんといってもアクセスの良さですね。五稜郭、セイコーマート、長谷川ストア、ラッキーピエロ、アジサイ、もうね函館のね名所っていうのは、まあ僕の中の名所名店なんですけど、が全て徒歩圏内2分とか1分とか2分のレベルなんで、いやもうここに泊まれば函館を味わえると言っても過言じゃありません。ベッドかなり良かったですね。いや寝心地がねめちゃくちゃいい。でしかもなんかこんな感じで、なんかねここに背もたれもあるんですよ。なので多分ここに4日かって、でこうやってテレビを見ることもできるっていう、この発想いいですね。軽キャンでもできるかな。でこれも幅120センチ幅かな、だからいつも寝てる軽キャンが100センチなんで、さらに20センチ広がってるんで、いやすげえ 寝ました昼寝しましたからね初めて。窓からね隙間風がね結構なので、1日ちょっと仕事してると割となんか気が散るというか、うるさいなとは思いました。今日指定席外れてしまいました。場外馬券場でおびチャレしていこうと思います。愛馬函館港町という場外馬券場になります。昨年もね函館入れない時はもうここに入り浸っていたんで、ただ昨年はねまだコロナでねだいぶ閉鎖されていたので、ちょっとどんな感じか視察していきます。はい、今からね車中競馬観戦していこうと思います。久しぶりのセブンのモーニングコーヒーです。いやこのスタイルになってから初めての車中競馬観戦になるんで、なぜこのレイアウトにしたかというとですね、車中競馬観戦するときに前まではそっちにテーブルがあったんで、まあ、ここに座って毎回こう出ていたんですけど、このね出入りがめんどくさいと、座ってるとこからすぐ外に出られるんで、この馬券を買いに行くのに便利なレイアウトなんですよ。キャンピングカーのレイアウトをこの馬券を買いに行く動線を配慮したっていう謎のレイアウトなんですけど、まあまあまあこの日のためにあったと、全てはなんかオリンピックみたいになってるけど、全てはこの暑き日のためにみたいな感じでこのレイアウトにしたので、まあ今日はね、まあ帯チャレンジね、まあ2、3レース買うかもしれないんで、ちょっとねどれぐらい快適なのか、また不満点が出てくるのか検証していきたいと思います。愛馬函館港町最高ですね。昨年もね紹介したんですけど、こちらねフリー Wi-Fi があって、比
較的ね、建物から近ければ届くんですよ。で今こんな感じで Wi-Fi が届いているんで、タブレットでいやちょっとねレース普通に Wi-Fi つないで見ることができます。はい、こちら JRA 版のアプリを、まあ、開くことによってこうやってレースも見れるんで、まあ、こちらでパソコンのデータを見ながらタブレットでレース映像を見るっていうことが叶います。最高の環境ですねこれは。なので、ここで集中してレースを見て、あとは、馬券を買いに行くと、完璧な一日が始まってます。帯チャレンジの時間が来ました。今日はですね、福島8レースから行こうと思います。これをね普通に来ると思うんですよね。5番15番の1着2着、いや13、15はいいんだけどな、なんか来そうだけどな、前詰まりそう。でもこれ前潰れるだろペース的に。いや15来た、5番前開いて、詰まりすぎ。いや来そう来そう来そう、15来た、13も来た、5も来た、よしよしあるあるある、515515ある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 、555555。あ、いやこれは、いやこれめっちゃ惜しい。結果的にはなんか3、5、6着みたいな感じなんですけど、いやめっちゃ来てるじゃん。まあそう、5000円を100万にするっていうのはもう200分の1の確率なんで、まあ200分の199を引いただけなんですけど、いやレースあとだから199回やったら多分この目は当たってますねっていう目を買っておけば、まあ期待値的にはプラスになるんで、まあ競馬1回しかないんでね、その1回がたまたま外れたか当たったかっていうゲームなんで、まあしょうがないです。はい、今日一ね、ちょっと帯チャレンジで夢のある馬券買ってきました。本命がね、9番ソルトイブキなんですけど、まあ5600円で、しかもこれ総流し、これ多分一発ね、1万倍帯あると思うんで。いやソルトイブキ止まらないで、前行って、いやソルトイブキが前行ったら結構熱い、囲まれないで、あー囲まれてる、ちょっと厳しいなー、あーこれは今日も大敗パターンやな。いやこれは多分外れましたわ、もう。いやもうどうせ来ないなら負けろ、よしよしよし。いやもう多分最下位レベルなんで。全財産使いました。いや頼みますよ最後。今日最後のね帯チャレンジレースです。一応ねこれも、まあ、勝負度 A なんですけど、これ 2,3 番人気を買ってないっていう結構無謀な馬券を買ってるん で本命が8番の銀のサジなんで、いやもう銀のサジタイム入りましょう。いやでもゴールドシップ馬場になってると思うんだけどな。1869全部いい、手応えはめっちゃいいよ。よし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 、ある来てる来てる、189あるぞこれ、189、ある。いや、あるある。2番が、2番はダメ。2番止まって。189、2番はダメ。2番はダメ。2番止まって。2番止まって。ああ、1番が止まった。いやー、8は来たけど、2いらない。ああ、2番がいらない。ああ、2番、8、2着に来たのに。ああ。いや1番が超絶直線振り受けてダメでした。いやー銀のサジタイムの読みは完璧だったんですけどね、やっぱりね本命馬がね走るだけじゃ当たらないのがねちょっと帯チャレンジの難しいところですね。いやードキドキはしたわー、いい線いったよ。最悪です。前馬函館ではねここのつけ麺屋が本当に美味しいんで楽しみにしてたんですけど、帯チャレも当たらんし飯も食えないし最悪やな、金もね、飯もね、最終レースもね。これだ、銀のサジ来たのに、残念です。こんな感じで、函館港町ゲットしました。ちょっとやっぱ古い馬券は日焼けして薄くはなってきてますね。ジャスト410ml。
またね、明日は競馬場行くために競馬場のね、すぐ近くの最寄りの車中泊スポットで今日はキャンピングカーで泊まりたいと思います。今日もね、競馬場の裏側にある漁港広場というね、もう2回泊まってる車中泊スポットへ行こうと思います。ちょうど今ね、多分この左側が函館競馬場になりますね。で、競馬場までもう車で8分5分とかなんかそういうレベルなんで、函館で車中泊スポットいろいろ開拓してきましたけど、まあ、この中心街であればもう割と一番いいのかなと。あ、でも今日結構人いますね。なんで？あ、でもキャンピングカーいるから、あ、やっぱ車中泊スポットとしてちょっとは有名なのかもしれないですね。こちらがトイレになります。夜もね、電気ついてますし、まあ、洋式で非常に綺麗なトイレですね。今日はね、まあ、土曜日だからか割と5台ぐらいいますね。平日はね、僕一人しかいなかったりしたんですけど、ちょうどあっちのね、奥が街の明かりって感じで、中心街からちょっと離れた場所にあります。あのね、ガスコンロをね、実はこのシンクのとこに置くことにして、というのもこのね、コンロどこに置くかすごい悩んでて、まあ、ここに置いてたんですけど、まあ、やっぱ滑り止め置いててもちょっと落ちてきちゃうってことがあって、この中ってなんかデッドスペースだなとすごい思ってて、最近のキャンピングカーはなんかこう、なんか蓋がねついてて、あ、こうやって開けて立てかけるとかね、いろんなタイプあるんですけど、でどうしたものかと悩んでいて、でその2つの成分が1つになったのがこちらです。ドゥッドゥルー、うまいことね、これがハマってるんで、まあ、落ちてくることはない。ちょうどね、この幅にはまってくれるんですよ。で、なおかつこのデッドスペースがなくなるんで、まあ、こっちはこっちで普通に物も置けるっていうことに気づいてですね、いやー、これはもう伊藤家の食卓に出したい裏技です。てなわけで、ちょっと暗いですけど、いや、 JRA の歯ブラシを使ってるなんて、もうどれだけもう私は JRA の信者なのか。もうジャパンレーシングアソシエーションの、ね、一員ですよ。もう実質これは心臓を捧げよう。心臓どころか、まあ、もう人生というかね、お金を捧げれますから。馬券の売り上げがだいたい年間3兆円とかあるんですけど、まあ、そのうちのね 10%、まあ、だいたい3000億円ぐらいは、まあ、国庫納付金って言ってね、ちゃんとね、国のね、税金で主に農業とか畜産に充てられていて、なので年間ね、数千億円がちゃんと競馬のね、売り上げがなんかいろんなね、まあ、それがね、何に使われてるのかね、はっきりしないんで、競馬ってどうなんやみたいな感じになってると思うんですけどだからそれをもっとね、アピールした方がいいと思うんですよ。あの、僕らはね、これ毎週オビチャレとかやってますけど、そのうちの 10% ですよ。年24万円ですよ、オビチャレだけで。僕は国に貢献してるんですよ、税金として。なのでね、なんか畜産がね、盛り上がったら少しはこの競馬ライフのね意義はあるのかと。なので一応ね、競馬もお金もちゃんと国の税金として成り立ってるんで、ね、ぜひ競馬をね、皆さん応援してください。いや、俺何なんだ、俺は何者なんだ、どの立場から言ってんだ。現在気温22度ですね。これ車内で22度なんで、外はもっと涼しいですね。いや、もう本当にね、暑いっていう言葉を忘れます、北海道に来ると。とりあえず今日は寝ましょう。おやすみなさい。
これね、米の量がこれ 180g なんですよね。前やった時 200g だったんで、若干グラム数が違ったんで、水の量も 50ml より少ない方がいいのかもしれないですね。200の時は50で、180の時はだから9分の1なんで 45ml ぐらいでいいのかなと、ちょっと今やってみて思いました。ちょっと蒸発させましょうよ。今日もですね、現在のチャンネル登録者数を軍資金にして100万円のね、帯封のついた馬券を取りに行くという、まあ通称帯チャレンジをやっていくんですが、いや正直ね、今日は暑いです。いや結構大穴と狙っていける気がします。今からね、また軍資金をね、片手に握りしめて函館競馬場行ってきます。今日で函館最後なんでね、昨年もなんか最後の日にいい諭吉さんをね、たくさん見られた気がするんで、さあ時は来た、それだけだ。いやまだ1レース前なんですけど、もう駐車場多分満車ですね。いやさすがです。金を忘れました。アホですね。何しに行くね。さあ最後の函館、今年も函館ありがとうございました。平日も含めて何度も足を運んだだろうか。何を勘違いしたか、ちょっと札幌で行きたいイベントがあって、ちょっと明日の昼には札幌に行かないといけないと、このまま函館を後にして、いやもう全然なんか名残を惜しむ間もなく、もう行きます。では皆さんいいですか、昨年も歌いましたけど、函館に別れを告げましょう。ありがとう。今ねファミマで作戦会議してます。コーヒー買ってきました。ちょっとデータとかね整理して今からまた出発します。まあ、4時間かかるんで、ちょっと行けるとこまで頑張ります。今ね高速乗ったんですけど、いやもうこの暗さですね、怖いですね。これ今ハイビームにしてなんとかちょっと奥まで見えるっていう感じなんですけど、普通に戻すとこんな感じで、多分カメラで映ってるより暗いんで結構怖いですね。さよなら、こんな夜どんなに遠くても夢っぽい予備校の廊下で愛が変えるなら、まあ安全
第一でね、ゆっくり運転していきたいと思います。はい、現在ね、高速道路を降りて、黒松内インターチェンジ降りました。気温18度ですね。さあ、間もなく本日の車中泊スポット、道の駅ニセコに到着しそうです。いやー、ようやく3時間かけて函館からニセコまで、おそらく勝てるだろう、おそらく勝てるだろう。こっから先は道の距離、インディーチャップ号道の距離、函館からニセコまで2400、逃げ切った、ゴールイン。いや、すごい、キャンピングカーショーだ。もう完全にキャンピングカーショーやん、これ。すげえ、めっちゃいる。え、聖地ですか、ここ。いやー、お疲れ、俺。頑張った。3時間、ステイヤーズステークス、乗り切った。じゃあね、ちょっとまた、今からね、競馬の復習をして、明日に備えましょう。復習が終わりました。いや、このスタイルね、やはりすごい集中できますね。奥までこれ延長テーブルがあるんで、やはり結構ね、思ったより物を広げても、まあ、割と余裕があると、この妥協せずにキャンピングカーの中でも仕事をしたいというコンセプトに作った机だったんで、いや、良かったです。朝起きてから寝るまでほんまに競馬しかない。帯チャレンジの結果はこちらです。函館に全勢力を注ぎましたが、軍資金フルに使ってですね、挑んだんですけど、届きませんでした。惜しいのはあったんですけど、まあまあ、ただただ2万3100円を失うという。ちょっと今年は函館で帯は取れなかったんですけど、逆に今年札幌で帯を取れる順番があるんじゃないかと。またね、明日から新生活、札幌での生活が明日から始まるんでね、全国つつうらうら楽しんでいきたいのでね、ぜひ皆さん地元のね、競馬場の、まあ、楽しいとことかおすすめスポット、ぜひコメント欄書き込んでください。コメント欄で来たやつはだいたいGoogle で調べてお気に入りチェックして、行くときはじゃあここ寄ろうっていうね、ちゃんとねストックはしてますから、割と行きますよ本当に。皆さん札幌とかね、自分の地元のね、町のいいところ、まあ、競馬関係なくてもね、この車中泊スポットおすすめですとか、このお店おすすめですとかあったらね、教えてくれると嬉しいです。